テレ朝動画。ここ女子トイレですよね。すいません。ちょっと彼女の体調が。ありがとう。ねえ、また見つかっちゃったよ。恋人だもん、一緒にいるのは当然でしょ。じゃあ私そろそろこれで。え、いやまだ4時だよ。言ってなかったっけ、今夜家族がパーティーやってくれるの。聞いてないよ。あ、なんだ。あ、じゃあちょっと待ってね。凛子、20歳の誕生日おめでとう。ありがとう、ヨシト。ごめんな、俺気ぃ利かなくて。店もこんな感じだしさ。全然全然、この塩辛ジャガバター、超美味しい。そう。ホッピーも初めて飲んだし。それにこの子超可愛い。あ、ねえ、それってさ、どうしても今日欲しかったの？うん、あの、なんていうか、あの、衝動がいい？自分へのご褒美。あれ、早いね。ねえ、ここのクロワッサン超美味しいよ。ホテルの朝ごはんなんて初めてかも。おはよう。おはよう。あ。ねえ、クロワッサンってどういう意味？三日月でしょ。そうなんだ。うん。やっぱり椎名くん賢いね。さすが編集長。気に入った？ありがとう。ねえ、リンゴ、これぐらい一人で入んなよ。え？だって寂しいじゃん。おはよう。よいしょ。3位、2位、
1。ちょっとやめてくださいよ店長、私キノコダメなんですよ。え、そうだったっけ。珍しいね、キノコ苦手なんて。ジンマシン大丈夫。店長ちょっと気をつけてくださいよ。いや、しめじはね、嫌いな人なんているんだ。椎茸とかならね。キノコ全部ダメ、なんかもう存在が不気味じゃないですか。ああ、確かに。笑いだけとか、あのほら毒キノコとかもあるしね。ありがとう。俺のキノコは小さいけどね。何なんだろうねキノコって。うん、死んだけどね。あ、すみません、オープンまだなんですよ。急に来ないでよ。なんだよ冷たいな。一度どんな店か見たくてさ。それだけ。ありがとう。別にここじゃなくても。いや、近くまで寄ったし。遅れちゃ悪いから。ノーリンコ、お前こないだ誕生日だったじゃろ。おめでとう。ありがとう。のまだ月を取るんか3人と。やめた方がええと思うよ。どういうか、そういうのってめんどくさいじゃろ。やめとけって。
さんがショートケーキ買うてきてくれたんよ。美味しそうじゃねえ。寂しいんでしょ？仲良くしよう。